天笠尚は、日本の元プロボクサー。第58代日本フェザー級王者。第44代オペブ不東用、太平洋フェザー級王者。超深層苦な外見からは想像もつかない強打を誇ることから、送信の暗殺者の異名を持つ。フララ三条ボクシングスポーツジム所属。WBC 世界フェザー級16位。 入場曲は2014年12月31日、ギレルモリゴンドー戦より、廊下のエアス。それ以前は、アマちゃんのテーマ。群馬県大田市出身。姉がいる。小学校、中学校までは、地元の学校に通うサッカー好きな子供だった。当時のあだ名は、チャー。サッカー選手に憧れ高校に入学するも、次第に、学校から、足が遠のいていく。 いわゆる不登校であった。目標もなく、ただ過ぎてゆく毎日、何をやっても続かないダメな自分。天傘本人は、当時を振り返り、幸親者で、メンタルの弱い、自分のことが嫌いだった時だという。ところがそんなある日、家に帰ると、母が不登校児童などを受け入れる、両施設に入所を決めていた。その後、当時、 姉が一人暮らしをしていた東京都世田谷区、桜新町のアパートに同居するようになる。しかし依然目的も定まらず、焦燥感のみが増していった。何かをやらなければいけないと思っていたその時、ちょうど桜新町駅前にあった三条ボクシングジムの存在を知った。佐野日大高校より1年の3学期に渋谷区広尾の高校に編入学。 大学1年の時ボクシングを始めるのと同時に、プロデビューする。2014年12月31日、大阪府立体育会館で、WBA ・ WBO 世界、スーパーバンタム級統一王者、ギレルモ・リゴンドーに挑戦。7回に2度のダウンを奪い子寸前まで追い詰めるも、ゴングで、ラウンド終了となる。 11回終了後のインターバルで、甘傘の左方の晴れがひどく、甘傘陣営が危険したため TKO 負けとなった。2> 4 2二0三3 3勝7敗2分2004年12月15日、倉本雄介子 1R2005 年3月31日、大塚周一判定 4R2005 年5月31日、豊川洋事子 2R2005 年9月2日、 萩原武志判定 4R2005 年11月30日林、縁明子 1R2006 年1月30日、藤井智則 TKO1R2006 年5月23日、千木良公平 TKO1R2006 年8月23日、福田健造不詳判定2006年11月30日、梶川優判定 6R2007 年5月8日、 ヤギ橋義郎シロに R2007 年8月7日、矢島義春判定 5R2007 年10月30日、笛木良判定 6R2008 年3月5日、小平めぐみ TKO7R2008 年5月26日医師、あずま TKO 2 R2008 年9月6日、エルシスソイコ 3R2008 年12月6日、 吉田正治 TKO4R2009 年2月25日、竹内雄天判定 8R2009 年5月19日、長田工事子 7R2009 年9月19日、福島学判定 8R2010 年3月12日、焼いた高行き TKO3R2010 年6月5日、 力キヨシリ判定 10R2010 10年10月16日、登場豪判定 8R2011 年2月23日、鈴野幸太 TKO2R2011 年7月1日、古谷光る TKO1R2011 年12月19日、鈴木通る TKO5R2012 年4月9日、上野のりゆき判定 10R2012 年7月20日、 渡辺拓也判定 10R2012 年12月21日、脇本正幸判定 10R2013 年4月8日、横山大輔2013年8月10日ずり観ん TKO8R2013 年10月14日、力よ知り判定 12R2014 年3月24日、ビンビンルフィの TKO8R2014 年6月24日、 マクサイサイシットサイトーン TKO8R2014 年10月15日、竹中両 TKO12R2014 年12月31日、ギベルモリゴンドー TKO11R2015 年6月10日、パトムシスパトムポートン判定 10R2015 年11月11日のサン、ボルシオ判定 12R2016 年10月20日、 カルロ・デ・メシー・判定 8R2017 年6月19日、スラシット・シスワン・チャイコ 3R2017 年9月29日、リチャード・プミク・ピック判定0から3。ありがとうございます。